ということで、やる？はい、じゃあ、いただきます。すいません。ビール。はい、ということで、手抜きの龍寿司ロケです。はい、お疲れ様です。はい、あ、うまい。さあ、何からいこうか。あ、2位かだ。2位か、2位か。しかし、ひどいだろ、こんなか。うん、え、いや、だから今日仲卸と行くまでに、うん、あ、人に合わなかったね。こんなに人に合わなかったの初めてです。びっくりするぐらい人いなかった。いや、いないよ。だって見学できないんだよね、今ね。できない。一応そこまで飲食まで入れるんですよ。あ、ほんと。あっちの奥が行けないですよ。2位か。やり。これがうまいんだよ。もうちょっとするとね、これ手持ちなんだよ。うん。うまいね。食べる食べる、うん、あ、わさびついてる。わさびついてる。これからは小餅のやりイカだよ。おう、もう出てるよね。3日に1遍ぐらいは見かけるよ。うん、これ小餅のやりイカ煮て食うの麺で、あと塩焼きな。なあ、こで商売がよ、ちゃんと儲かってや。ねえ、こういう生活悪くねえなと思うけど、商売がダメだからよ。こうやって食ってても落ち着かねえよな。うん、うん、いや、ほんとね、僕ら外の人間だからあれですけど、うん、中の人ほんとそれ死活問題ですね。いや深刻だよ、本当に。あ、一応ちゃんと言っておきましょうよ。何？見学は今できないですよね。うん、見学、競り場の見学とかはできないけども、飲食店は来れる。やってんすよね。うん、だからリュウさんもやってるし、うん、今日ロケやろうかと思ったラーメン屋の矢島もやってるし、うん、だからご飯食べに来るのは全然 OK。 うん、うん、だから不要不急の外出は控えちゃった。そこが難しいところですよね。うん、じゃあお一人様だっていいと思うんですよ。うん、お一人様俺はね、うん、だからランチとかで、うん、お一人様で、うん、そうだね、来るのがいいんですよ、ね。そうだね。だからまあね、今やっぱり2人でとか、うん、ね、団体でっていうのはあれだけど、だから俺だって普段はお一人様だよ、これ。あ、イワシ、イワシ、イワシ。あ、でもイワシでこうやって生姜が来たから、カツオは？カツオもあります。じゃあカツオ食おうよ。イキサさんの好きそうなさっぱりですね。いいね、さっぱりだもんね。醤油たっぷり入れて。そう、こないだよ、こないだね、とあるとこ行ってさ、うん、カツオの刺身がまあ名物のとこ行ってんで、うん、で出てきたのがスマ。スマっすか。まあ行っちゃったよ。よろしくないですか。いや、やっぱりね、うん、俺いつもこの番組でも言ってるけど、カツオなんつうのはミヤンバイなんだよ。うん、な、だからカツオなんつうのは口の中で言ってネチョネチョっとする感覚が美味しさにつながるわけよね。それがね、スマとかね、あ、まあ、ハガツオって、あ、はいはい、やっぱね、水っぽいの、身が。うーん、だからやっぱりカツオって言ってもやっぱ違うよね。違いますね。ね、カツオの醍醐味ないじゃないですか。いや、だからミヤンバイが悪いから、もう水っぽいから、もうそこで白けちゃうんだよ、こっちは。で、カツオを叩きってたら、やりたら今日妻なんだけどいいって言うから、あ、そうだったって、まあいいよ、でもいいからって出してくれ。案の定一人で食ってやんなっちゃった。うん、出ました。やっぱカツオこういうね、これつるっけだけどな。そうですね、うん、つるっけだけど、これはこれでうまいんだよ。つるっけ、うん、つるっとしてんじゃん。うん、つるっけって油もそっけもねえんだよ、こんなの。これが限界ですね。うん、この時期は。うん、うん、でもやっぱ、うん、うん、実は全然違うから。なるほど。あ、おいしいや。うまい。うん、こういう感じだね。こういう感じ。
あ、タコ食べよう。あ、面白いじゃん。お、いいね。タコの中でね、うん、何が一番いいって、栗浜のとこが一番いいんだよ。そうなんですか。あ、俺はそうやって習った、うん、勝てんだよな。でもまあ、あそこじゃないですか。え、なんだっけ、明石。いや、明石もそうだけど、関東は栗浜なんだよ。あ、これ硬いから多分敬遠されるんだよ。そうなんだよな。だけどね、栗浜のマダコはね、あのね、食ってる餌がいいんだよ。だからね、昔ね、俺ね、栗浜のタコ初めて食った時にね、はい、アワビの香りがするの。ほら、栗浜のタコ。ちょっと塩つけて。塩で食べるんですね。うん、あ、久しぶりだね、栗浜の。うん、まい。うまい。うん。柔らかさっていうよりはあれですね。うん、あのね、マダコってのは硬いんだよ。うん。うん、でもね、よく噛むと味というか風味が出てくる。うん。だからこうやってくるんだ。こうやってくるんだよ。また書き込まれる。うん？また書き込まれる。なんて？リュウズ氏で汚い食い方をしないでください。うるせえバカ野郎。あれ笑ったな。いやいや、コメントしてくる人いるんですよ。まあ、とにかく文句言いたいんでしょうね。文句言いたいんだよ、なんか言いたいんだよ。で、生田さんが食ってんの動画を見て、うん、いや、食べ方が汚いじゃん。リュウズ氏で汚い食べ方はしないでください。うるせえよバカ野郎って。でも、でもそれリュウズ氏の人が書き込んでたらどうしようと思って。これさ、この茹で具合のほら、これすごくいい絵だよ、ほら、ゼラチン質をこう残しながらのさ、ほら、確かにね、いつも言ってますもんね、ここら辺の茹で方で。だからね、茹で方なんだよこれね。茹でちゃってみんなが真っ白になっちゃったら美味しくないよね。だからこれをね、微妙にこういうの残してるっていうところがね、やらしいとこよ、うん、これだ。大政さんとかも、うん、この茹で具合がいいってことですよね。これがタコだよ、本物だよこれ。うん、本物。いや、ちゃんみさんに食ったな、嬉しいな。このマグロはどうですか。いや、いいじゃないですか。どこだっけ、津軽。津軽だ。津軽だ。だから、あの津軽海峡はとりあえず大間のマグロと一緒だから、うん、よかったねっていう話。まあ、美味しいよ。マグロに冷たいマグロや。いや、反応が。ホッキか、俺昨日家でホッキ食ってんだよな。お、珍しい、貝が、貝食べない貝があるか、あるとは。じゃあ、平木炙って、あれだ、海苔やる、はい、あ、それは美味しいや。あ、偉い、偉い、それ偉い。何？いやだやだ、城内の寿司屋さんってかわいそう。なんで？で、魚分かってる人が食いに来るじゃないですか。そうだよ、変なことできないですよね。ああ、そう。いや、いや、だからね、あの、彼らにとってはすごくいいことだと思うよ。なるほどね。うん、ほんとに。なんでですか？え？なんで？なんで？それだって、言われる方がいろんな仕事できるじゃん。ああ、そういうこと？うん。だってさ、こんなお前、セットメニューばっかりしか来なかったら、だって単純作業じゃない。ああ、まあ確かに。ね、じゃあ聞くくださいっつったら、マグロ入れてイカ入れて何入れてカニ入れてっていうのパッと作ってはいどうぞって出すわけだろ。バカでもできるの、あんなもんは。おい、えおい。いやいや、でも本当だよ。いやだからそれは機械でできること。なるほどね。そうでしょ、うん、やっぱり寿司屋っていうのはこうやって見て、お、なんで今日このホッキなんかちょっとホッキ しねっこみたいになっていらねえやって、じゃあちょっと平らに破ってくれよとかさ。ねえ、そうだよ、そういうことやって板前も成長してくる。うん、じゃあそれがちょっとできるようになるといいですよね。いやだから、あの、そういう人を増やしたくてこの YouTube やってるのは俺の一個の目的ではある。ああ、まあ食ってるとこしかやってないけどな。こっち全然映さないって。まあそうだね。いや、でもね、これすごい大事よ。
いや、だから板前さんってお客さんに育ててもらうんだから本来は。ああ、なるほど。うん。ね、特に戦さん若い時なんてやっぱ寿司屋の人でも食べに来てたね。あ、来てた。だからうるさいですよ。ああ、そう。だ昔さ、俺がまだ20代とかの頃、龍くんじゃん、うん、そうそう、いるのが寿司屋の板前なんだよ。ああ、お客でいいのが、そうするとね、あら、これこうやってもらえませんって、これこうやったら美味しいかと思うんだけど、どう思います、いや、じゃあそうやってみましょうかみたいなことをやってんだよ。へえ、みんなが、うん、だから寿司屋でね、龍でやってたんだ。そうなんですね。で、それを俺も食べてみて、それ持って、ああなるほど、こういうもんはこうやってやるのがいいのかとかさ、うん、あ、聞いてて、うん、だからそういうのが自然身についたんだね。なるほどね。だから昔はそんなのばっかりな、ここで端っこで黙って飲んでんのが仲買いの親父でさ、うん、だって向こう言ってたじゃないですか、え、昔あの、うん、寿司は怖くて入れなかった。いや、そうだよ、怖くて入れなかったもん俺なんかね。だから誰かといないと入れなかった、うん、俺みてえなペペが入っちゃいけないとこだ。だけど入ると周りの会話がすごくてさ、うん、え、そうなのみたいな話がいっぱいあるわけよ。面白いですね。いや、面白かった。いや、だからね、それを残したいんだよ俺、うん、だからもうとにかく来てよって、こういうとこに、若いうちから。磯焼き、磯焼き、誰だか平らぎを、磯焼き、平らぎを炙って磯焼き、おお、うまいよ、うまい、甘い、やっぱあえて熱く切ったんだよ。ああ、この身の厚いのがいいんですね。これがうまいんだ。薄いとうまくないっす。ああ、なるほど。薄くて炙ったってうまかねえから。食感が出ないです。ほらな。だけどあんまり熱くすると今度硬いんだよ、うん、ね、そうすると美味しくなくなったから、だからちょうどね、いい塩梅に切らなきゃいけないんだ。これ全然柔らかいですよ。だから全然柔らかいだろ、うん、だから柔らかいところで収めてくれてよかった。初めて食べた。え、本当？こんなの、これこれだよ、これ。キモアエ、キモアエ、何のキモアエですか？カハギで、これに醤油かけちゃって、もうそれでぐちゃぐちゃ、これ、いや、ほんとぐちゃぐちゃにするとうまいっすよね。うまいよ、これ、これはうまいよ、これ。うん、うまい、幸せそう。で、これいただくわけですよ。なあ、うまい、うまいよ、これはうまいよ、間違いなく。これで丼作りたい。あー、いいねでも感情高いぞ、そんなこと言ったらよし、じゃあ握りだ、はい、やっぱね、マグロはね、握りがうまいよ。あれ、珍しい、初じゃない、初。いや、そんなことないよ、マグロの握りはうまいよ。だから、あの鉄火丼とかっていうのはよくやったもんだなと思うよ。ほんと美味しいもん。なあ、ご飯に合いますよね、うん、いや、マグロはね、ご飯と海苔なんだよ。この相性、あ、海苔ロケやろうよ。海苔、もうや、山本さんでやりましょうよ。もうね、山本海苔期待してんだから、うん、そう、うん、これは中トロ。中トロ、どこの中トロ、どこの、この中トロはトイこれ、津軽海峡。あ、はい、まあ、そうですね、これ美味しいよ、これ、うん、これね、あのね、あんまり言っちゃいけないんだけど、あんまりね、新鮮ではないんだよ。うん、でもいいんじゃないですか。でもちょうどいい感じ、これぐらいテロンとしたのが美味しいんだよ、う
テロンってわかる？テロン、うん、なんかあの死んだばっかりの時ってのは死後硬直があってガーッとこういう感じで、ね、だけどだんだん死後硬直がある時ってテロンこういう感じなんかふぬけになってくるわけ。あでふぬけになっちゃうと味がなくなっちゃうけど、ふぬけになるちょい前ぐらいが一番おいしい。だし一番うまいと思う。うん、おいしい、おいしい、おいしいだろ、うん、で優しいんだ。優しい、そうなんだ。そこ柔らかい、そこ優しい、優しいですね。味が優しい。でもね、じゃあアイルの大トロやって、あれあれでうまいよ。いや、俺はね、大トロは食わねえんだ。お大トロは食わねえ。さすが江戸っ子。いや、こんなま脂っぽなんだ食ってらんねえよ、お前。だけど、これは美味しいよ。本当に。うん。味が濃い、これはね。濃い。濃いだろ。ほら、そうなんだ、うまいよ、これ。すごいですね、脂。そうですね。一番乗ってることですね。なんか最初、そうでもないのかなって思ったけど、噛むとぐわー味が出てる。こういうのは江戸っ子食わないですね。いや、食わねえよこんなもん。脂っぽいなんだけど冗談じゃねえ。ちっち栄養防衛だ。いや、でも美味しいよ。まあ間違いなく美味しい。で、俺ね、こういうのを食べるんだったら、うん、あの、鉄火丼のがいい。ああ、それか、あれは海苔巻き、あ、巻いてもらう。素人に、まあ、あれでしょ、味の濃いも食わしとけばいいんでしょ。そうだよ、これで怒られちゃったじゃないか。誰に？あのコメントで。何？ね、ど素人がどうのこうのって俺が言ったら、うん、どうせど素人がどうのこうのってバカにしやがって、そういうことを言うやつは商売人として風上にも置けねえとか言って。いやでもね、ほんとそうなんだよ。味の濃いも食わしとけば喜ぶんだよ、みんな。まあね、うまいのはうまいですけどね。いや、うまい、うまいよ。あ、でも生田さんにそのなん、あ、まあ、味が薄いっていうか、でもよく噛むと味が出るもの、そう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 、ああいうのを食べさせてもらうと、あ、お寿司っていいな。いや、だからそこでもっと深みが出てくるの。分かるね。だから味の濃いもんばっかり食べてると、うん、もう入れた瞬間にわーってこうやって広がるから美味しいねーで終わっちゃうんだけど、うん、でも実はよく噛んでみるとそこから味の深いもんが出てくるっていう方があるっていうのが楽しいわけよ。面白いですね。うん、だからね、そこはね、あのど素人って言い方はね、私反省します。どうもすみませんでした。いいんですよ、素人なんだな。ど素人が偉そうにバカやあ、煽る炎上させようとしてる。どっちの音が偉そうに、お前トロとノドグロとキンメとお前ウニ食ってりゃいいんだバカ野郎ってな。ノドグロはうまいぞ。うまいよな。うまい、ノドグロはうまい。いや、だからよ、否定してんじゃないんだよ俺。そうあれはあれで美味しいんだよ。全然いいんですよ。だって本当に素人なんだから。そうだよな、プロじゃないんだから。そうだよ、ごめんなさい。今日はマグロ三昧だな。そうだね、これぐる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 。だってマグロ好きでしょ。マグロ好きっすよ。あと小肌がねえな今日。おい、じゃあ小肌食べます。俺もヨーグル最後うまいっす。あ、そうだね。で、あとのどぐろがあるぞ。食えよ、炙ってもらって。はいね、炙り寿司俺いらねえよ。小肌、これね、酒のつまみこれ。ああ、うん、いやでも本来そうだよね、寿司ってね。そうですよ、うん、寿司ってやっぱ食べるというよりつまむっていうのが嫌じゃないですか。あ、つまむんだ。のどくろ、ありがとうございます。えこのまま、うん、そのままのどくろ。ないよな、これ。おいしい。この動画見てよ、うちの。いいねって言ってるよ。なんで？
だけ寿司食って美味しい美味しいって私も行きたいよって言ってるよ僕ね、よく言われる最近市場に全然行かねえじゃねえかって龍寿司しか行ってねえだろってじゃねえかってなんか寿司番組になってねえかほんと場内行かないっすか。いや別にさ、これでさ金儲けしてるっていうんじゃねえか。だからさっきも言ったけどさ、そのなんつうの、本当の魚の美味しさってこういうとこなんだよっていうところをやりたくてやってるわけだから。そうですね、そうだ、いいんだよ。そうだ、いや毎週だな、毎週毎週月4回でもね、そこすごい大事よ。いや大事大事、さっき言ったけど、ね、あの板前っていうのはお客が育てんだよ。あれいい話ですよ。だから今ね、お客がわからなすぎるんだよ。これもう何かってお客なんかさ、知ったかぶってさ、すいません、おすすめでお願いしますバカ野郎、勧められねえ、もう置いてねえから。だってわかんない、なんて言うの。聞けばいいんだよ。何、これ何、例えば寿司屋のカウンターだったらこうやってオープンになってるわけ、そしたら、うん、これ何ですか、うん、って聞けばいいの、素直に。それ聞くのがいいんですか。うん、聞いていいんだよ。これ何ですか、これどうやって食べるんですか、うん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 、これつまみなんすか、これはじゃあ握りなんすかって。ああ、なるほどね。素直に聞けばいいの、知らなかったら、うん、でそれをやっていくうちに、例えばこれ今ホッキを刺したよね、じゃあこれあのこのまんま握りもできますけれども、うん、これを炙って一味をちょっとおかけしますから、それでつまみっていうのもありですよって板前はそれ知ってんだよ。聞かれれば答える。なるほどね、うん、そういうのいかがですかって言われるわけだから、知らないんだったら知らないって言えばいいんだよ。いやでもそうよ、うん、だから寿司屋のカウンターってなんでこういうふうにやってオープンになってるかって言ったら、どうぞ聞いてくださいなんだよ。ああそういうことか。うん、だから聞いてって、これ何これ何これ何って、僕素人だから分かんないんです、うん、教えてって。そしたら板前で柔らかをするんだったらそんな店は行かなくていい。もいやそうだよな、板前は聞かれたら喜んで答える。でそういうコミュニケーションができるのが寿司屋のいいところなんだ。なるほどね、な、はい うん、うまいんだ。ありがとうございます。ぐるぐる、うまい、うまっ、おいしい。うまい、うまい。こればっかり30分ぐらい食いたいね。うん、うん、もっと食え、いいから。はい、もう一本。うまいよハグリー。あんなん買えないじゃないですか。いや別に買えるけどね、ここに来れば。あ、ここに来たら、ここに来ればスーパーで買えないでしょ、ハマグリ。正月によ、うん、あのうちの公平がよ、うん、どっかでハマグリもらってたんだよ、うん、で、なんかいっぱいもらっちゃったから、吉田さんはどうぞ、すぐれたんだよ、うん、いや、うまかった、うまかった。うまいっすよね。いや、ほんと美味しかったよ。だから簡単な夜に二人でハマグリ吸ってよって言いながら食って、うまかったすぐ開くよ、ほら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 、開いた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 。あれ本当うまいですよね。うまい。なんで、あのいつも俺っていうかやるけど、あんなねハマグリなんてね、こうやってこうやってくるんだよ。うまいよ。落語家になりたいの。いやいや違う。いやだから
俺はそばはできないよ。ねそば。ひふみよいつむながや今何時だいなんて時そばじゃねえんだよお前。ね、でもねあのハマグリはねこうやって。あ、おいしいの。あれ絶対やった方がいいですよね。なあ。だって自然だもん。そのまんまを食べるんだ。わかる。だからね、そこでね、ああいうものを食べるときにね、想像してほしいの。このハマグリはどっから来たのか。おう。ね、これだけの大きさになるのに、こいつら何年かかってんだと。おう。砂の中に埋まってさ、ね、こんなちっこいんだから、あいつら。はじめは。うん。ね、だけど、そこでプランクトンを食べながら、砂の中でどん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 大きくなってきてるわけ。ね、で、そういうもんを、僕らちょっと火を通してパコッと開いたとこあーっていただくわけよ。神がいるかどうかは知らないけど、うん、もうね本当に自然そして神じゃん地球海、ね、うん大気もうそういうものにいやありがとうございます。だってマグロだってそうだよ、うん、だからこれ天然のマグロだよ、うん、これで多分ね、これだって100キロアップでしょ。多分生まれて7年、8年経ってるやつ。それが今ここにいるんだよ。それをさ、海苔っていうこの海の農産物みたいな植物と、うん、あと陸で採れたご飯、うん、で、山奥で採れるわさび、それと合わせて食べるんだよ。すごいと思わない？いや、本当すごいですよ。ねえ。ねえ。で、マグロって寝ないんだよ、あいつら。ずーっと泳いで、うん。だからそれだけの生命力のエネルギーを僕らは食べるわけだよ。うん、いや、これは元気になりますよ。だから俺は昔から無駄に元気な便所の100ワット。はい。ということで。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。